高佐と馬場、ビルゼンデラ高佐徳は、台湾台中市の四角区。高佐徳は、台中市の北に位置し、北は、台安系を隔てて内栗県と、南は大高系を隔てて、上尾各及び、豊原区と、西は、月火山に連なり外北と、東は、東山を隔てて、東勢区と接している。区総面積の80%は大地であり、残り20%は、 丘陵地帯となっている。地形は東北部が海抜300メートルと高くなっており、南西に向かって折り傾斜となり、最低地点は海抜120メートルである。高砂徳は大中市北部に位置し、古障を内保と称した。元来は白彩海賊元利給舎の居住地であった。高砂との地名の由来は初期に入植した肝心集落が、 原住民の朝初級者の背後に位置したことから、こう里と命名されたとされている。新書には、こ里地区は諸羅県に属していたが、七百三十一年に淡水町へ、八百八十七年には内栗県貴族へと行政区の改革が行われた。日本による統治が開始されると、八百九十八年に大中県大公弁務所苗栗参法に改編され、 さらに1920年には、大中州、豊原郡内保守と改められた。戦後の1950年に、大中県内保護と改められたが、平東が県内保護と同盟であったことから、1955年に、交差と座とと解消され、2010年12月25日より、大中県市の合併につき、交差特となり、現在に至っている。旧大安駅。 上、連磨佐ソフォン博物館、ありがとうございます。